国島城は、大阪府大阪市東淀川区にあった、日本の城。国島神社の鳥居、国島の地は、神崎川と中津川に囲まれた中洲である中島に、あり、若干の高地にあったと思われている。この地は、近代の淀川改修事業で一部は、淀川の河川敷地になり、中津川も廃川となってしまい、現在その地形は失われている。 明治時代初期に作成されたと思われる、東雪上地図紙に、国島城も記載されており、それによると、城跡の大きさは2丁四方で、周囲より4尺ほど高い二十歳があったとしているが、その二十歳は現在大阪市立国島中学校となっている。数値地図5メートルメッシュ京都及び、大阪を使って、国島付近を縮尺2500分の1の地図にし、 東雪上地津市の国島城の地図と比べてみると、170メートル200メートルの長方形の微光地がほぼ一致した。東雪上地津市には、城石の東側に国島神社が建っていたが、先の淀川改修事業で約600メートル北側のあざ調布に移築された。また、国島中学校の周辺で、本丸、白道、屋敷、 西屋敷等のあざなが残っていることにより上跡であったことを伺えるが、遺構などは全く残っていない。昭和3年に建てられた大阪市の石碑は国島、神社との関係から場所を決定したようで、北に約150メートルずれている。国島神社は現在の場所あざ調布ではなく、明治以前は豊島にあった。なお、現在の大阪市の解説では、石碑付近を上石とし、 大阪府の大阪府の行政地図情報システムによる埋蔵文化財放送地範囲の表示でも石踏みの付近を国島城跡伝承地として設定している。対岸には江波城があり、近隣には堀城があり、これらの城同様、西国からの経営の拠点で重要視されていた。国島城は東郷市存が築いたのではないかと思われている。この城が 市場に現れるのは大きく分けて二つあり、江口の戦いの時と大阪夏の陣の時である。江口の戦いでは、三好島砂長派の細川晴方がいる国島城を、三好長慶軍が大軍を持って、攻め落城させている。その後、稲葉の利道が江口村、大道村、柴島村等の中島藩を領土とし、この国島城も稲葉の利道の居城となり大阪夏の陣では、 山和方面軍に組み入れられたようであるが、乗り道も福知山藩に違法され、いつ頃から廃場になったのかは不明である。宅地化された推定国島城跡。ありがとうございます。